えっと、ワンチャンロシアが、なんかあの、要は経済制裁やった国に核爆弾撃つぜって言って撃ってくる可能性があると思うんですけど、もしロシアが撃つとしたらどこに撃つのかっていうので考えると、まあ多分東京なんですよね。 もともとそのウクライナに対してロシア軍が戦争なんかしないよねって言っちゃってる人は結構いたんですよね。日本のなんかあの指揮者という方々でも。で、結果としてすでにもう今戦争の状態になってますよっていうのがあって。で、ロシアは核を使わないっていう風に言ってるし、さすがに核なんか使えるわけないよねっていう風に割と言ってる方が多いんですけど、でもそのさすがに使えないよねっていう根拠が、俺だって ったら使わないよねっていう話になってる人が多いんですよね。 要はその西洋社会で今後生きていくためにはとかでいくと、プーチン大統領もロシア人の平均寿命的にはもうあのあと1年で平均寿命って年齢なので、別に今後とかどうでもいいよねと。で、そのネットを使っている人たちだと、ロシアの中でその反戦デモをやってたりとか、あの戦争良くないよねって言ってる人を見かける機会が多いんですけど、ただそのなんか独立系の世論調査だったりとか、まあいろんな調査で、じゃあネットを使わない人たちどうなのっていうのだと、ネットを使わない人たち で行くともう6割ぐらいのロシア人は実は戦争を賛成しててで、ネットを使う人を混ぜて電話とあのネット上の調査を両方やった。反戦派の人が調査やった結果が最近出たんですけどで。それでも58%の人が戦争を賛成してるんですよね。で、cnn がやった調査でいくと戦争は良くないけど、ウクライナが nato に加盟しないというのは賛成であるっていうのが多数なんですよ。今回その nato っていう。そのアメリカとヨーロッパのあの軍。 にウクライナが入るって言い出していやいやそれ入られちゃったらロシア困るじゃんっていうところからスタートしてるのでそれを止めるというのは正しいよねっていうこと自体はロシアの人たちは結構思ってるんですよねあの核兵器っていうのは日本人はそれは悪いものだっていう風うに考えがちなんですけどそのじゃあ第二次大戦核兵器なしで終わらせられてたかっていうともう核ぐらいぶち込まなかったらあいつら降伏しなかったよねっていう考え方がアメリカでは多数派なんですよその当時あの鬼畜兵衛って言われ アメリカ人が来たら日本人全員ぶち殺されますとか、そのなんか嫁さんとか女子供とか全部そのなんか暴行されますって言われてて、で、その1億人であのみんなで戦おう。なので、その竹襟を持ってそのアメリカ人が来たら、そのみんながそのおじいちゃんとかおばあちゃんだけども竹襟を持って差し殺そうぜっていうのをやってたんですよ。なのでまあ日本人はまず降伏しないよねと。でもその原爆落として広島なくなりました、長崎を落としましたっていうので、これはさすがに勝てねえわ。 で、東京に落とされたら嫌だよねっていうのを、東京の人たちが思って、戦争をやめる、降伏する、全面降伏ってなったんですよ。 なんで結果として、1億総玉砕よりも原爆を落とした方が犠牲者の人数は少なかったよねっていうのは、アメリカは合理的に正しいよねっていう考え方だったりするんですよね。なのでそのテクノロジーがその、要は原子力というテクノロジーを爆発物、核爆弾で使ったっていうのは悪用なのか、むしろその1億総玉砕っていうことを起こさなかったので、人を救ったと考えるのかっていうのはもう考え方とか、日本人として考えるのか。 核で殺された広島の人の遺族って考えると、いやいや核とかないっしょ。あれは悪でしょってなるんですけど、でもその、広島で人が死んだおかげで、死なないで済んだ日本人、アメリカ人からすると、核のおかげで死ななくて済んだよねっていう考え方もあったりするので、で悪用かどうかっていうのは、その全額だったり、人の考え方次第だったり、文化だったりするので、一概に言えないんじゃないかなと思います。えスパッチャー見てても思うけど、どうして日本人は今の世界情勢を一言として受け取れるんですか中国から攻め込まれないと気づけないのかそれとも絶対な 大丈夫だと思ってるすかそんなこともありなし,なしてたら、君は HSP だと言われました。えっと、なんか、僕、その、ウクライナ戦争起きないよねっていうのを書いている記事に対して、日本人ってその戦、要は日本人って、あの、世界中の人が日本人と同じ感覚で物事を考えるって思いがちの人が多くて、で、そのなんか戦争ウクライナで起きないよみたいなことを書いている記事の人ちょっとやゆってみたりしたみたいなのがあるんですけど、なので、あの、他の国の人ってどう考えるのかっていうのがなぜ大事かっていうと、あの、戦争を起こすのは他の国なんですよ。 要はあの、日本人が日本人と戦争するのであれば、日本人の感覚で物事を判断してもいいと思うんですよね。でも、日本に攻めてくる国の人っていうのは、日本人じゃないので、日本人じゃない国の人が、どのように物事を考えて行動するのかっていうのを知ってた方が、よりそのトラブルの対処もしやすいと思うんですよ。で、じゃあ、ウクライナもロシアが攻めたでしょっていうのもあるんで、ロシア人って戦争するタイプだよねっていうのもあるわけじゃないですか。 で、中国とインドって未だにあの争いをして小競り合いの内戦みたいなことやってるんですよね。なので中国ともインドも戦争しますよと。で、今回そのロシアを非難する決議っていうのを国連がやったんですけど、で、まあロシアはもちろん拒否権でその非難なんかすんなって言うんですけど、中国とインドと UAE が棄権したんですよね。 まあその、戦争しないっていう決意をしちゃうと、UAE は今イエメンと揉めてるっていうのもあって、そもそもじゃあそれ言われると、俺たちの戦争もしづらいじゃんと。で、中国とインドも揉めてるので、で、パキスタンとかも揉め、あインドね、パキスタンの揉めたりするので、なので、あの、戦争しない、戦争するの良くないよねっていうのも、実は賛成できない国っていうのが、ちょこちょこいるんですよ。そのね、日本とかアメリカとかは、あの、安定してるんで、別に戦争なんかしなくていいじゃん。俺たち平和だよねってなるんですけど、俺たち平和じゃねえし、戦争必要だよねって思ってる 国がいるのも事実なんですよなのであの他の国の人たちがどう考えるかっていうのは分かっといた方が未来予測はしやすいんじゃないかなと思います核戦争をやってほしいえー困るよいやあのね日本とアメリカって軍事同盟国なんですよでアメリカ軍のその飛行機とかって日本の沖縄だったり横田基地から飛ぶんですよ そうすると、沖縄とか横田基地に中国から核ミサイルを撃たれても文句言えないんですよ。だって戦時中なんだもん。 だから僕は核戦争はちょっとやめていただきたいと思います。はい。精神国と呼ばれてる国っていうのって、現実問題、核持ってる国にならざるを得ないんですよ。例えば、イランって核を捨てた途端にアメリカからこう経済制裁を受けて、ひどいことになって、で、カタールとかも経済制裁を受けて、ひどいことになって、っていうので、経済制裁を受けてしまった国っていうのはひどいことになるんですよ。 でも、核を持ってる国って、ならないんですよ。喧嘩したら怖いから。だってほら、核持ってないんだったら、いくらいじめても、別にいいじゃん。あと、あの、学校のいじめとかってさ、喧嘩めちゃくちゃ強い奴はみんないじめないんですよ。喧嘩弱そうな奴いじめるんですよ。そいつが怒っても怖くないから。だから、 核持ってない国って怒っても怖くないからめっちゃいじめるんですよ。でも核持ってる国はさ、ワンチャンやり返してくる可能性があるからいじめないのよ。まあもちろんその経済的なもんだったり資源だったりでいじめるいじめないの問題っていうのはあるんだけど、でも日本って核持ってないからアメリカから鉄鋼製品の関税を高くされたんですけど、文句も言えないんですよ。なんとかしてくださいよって言うんだけど、高い関税払い続けるしかないんですよ。中国とかってアメリカがじゃあ関税高くする ってふざけんなボケって言って、中国も完全高くするっていうのをやるんですけど、最終的に軍事的に戦うのはお互い核持ってるからやらないよねっていうところで落ち着くんですよ。で、核持ってない国の場合って、例えばじゃあ、ウクライナっていう国が核持ってませんと。で、ロシアが攻めてきました。ロシアに領土捉えました。で、世界中が、いやいや、ロシアそれまずいっしょ。ウクライナ返してあげてよって言うんだけど、ロシアって核持ってるから、みんな言うだけなのよ。 返さないんだったらお前の国潰すぞって言えないのよ。だって核持ってる国には逆れないんだもん。クリミア半の話ね。 っていうのがあるので、核持ってる国っていうのは、文句は言うんだけど、それ以上のことを他の国はやろうとしないのよ。で、ドイツは核持ってないです。それは、ドイツは核持ったらやべえっていうのが、もうヨーロッパ中の合意になってるので、ドイツにだけは持たせねえ。その代わりヨーロッパの中では、俺が持つよって言ってるのがフランス。なので、フランスは EU の中では特殊なポジションで、最終的には、俺いなくなったらお前ら軍事的になりたたねえだろ、 っていうので強気に出れるんですよなのでフランスはその第二次大戦の割とそのドイツを任した側の国で核を持ってるっていうので EU の柱になっていてでドイツは経済的に EU を支えていますっていうところで核になってるので EU って一応一国一票で同じ仕組みのはずなんだけどなんだかんだ言ってドイツとフランスにだけは逆らえないんですよ Twitter であのアメリカに属国みたいになるのは良くないよねって書くとじゃあ中国に従うべきなのかみたいなのを言ってくる 人がいる僕は割とその日本はちゃんと独立国家として自分たちでそのど,どっかに属するとかどっかの命令に従うんじゃなくて自分たち判断できるようにした方がいいと思ってるので僕はあの核武装賛成派なんですよね。 要はその、中国と戦うためには、まあ、今はアメリカの核が必要なんですよ。で、その、ロシアっていう国と戦うために、あの、ま、フランスは核を持ってて、で、ヨーロッパは EU っていう共同体の中で、フランスが核持ってるから、まあ、EU 攻撃したらフランスがやり返すぞっていうので、ロシア対 EU っていう形で、拮抗するようになってるんですけど、なので、その、日本も結局自分たちが独立して意見を言うためには、日本も核を持たざるを得ないと思うんですよね。 今ってそのアメリカの言われる通りにしなきゃいけない。なぜならアメリカは核持ってて日本は持ってないから。で、じゃあアメリカを切った場合って中国が核持ってるから今度中国の言いなりになっちゃうんですよ。で、下手すると北朝鮮の言いなりになっちゃうんですよ。だって北朝鮮核持ってるから。なので長期的には僕は日本は核を持つべきなんじゃないかなと思ってるんですよね。で、あの、トランプ大統領がその他の国にそのアメリカ米軍を派遣してそのコストを払うのが嫌だ。なのでその日本が自分たち守りたいんだったら自分たちで核持てばいいじゃんっていうの。 言ったことあるんで,すよで、その後、多分あの、それ言ってないですけど、なので、それを逆転取って、トランプ大統領に言われたんで、核持つっすって言って、核作っちゃった方がいいんじゃないかなっていう、いいタイミングなんじゃないかなっていう気が僕はしています。だから僕がたまにやるのは、あの、プーチン大統領だとしたら、最強の最高の成果を上げるというのはどういう行動だろう っていうところから考えるんですよ。僕自身としてはこれは良くないよねとか、ウクライナの人かわいそうだよねとかっていうのはまず置いておきますと。で、仮にじゃあウクライナ人全員全滅させて、で、シベリアあたりに住んでる人たちをそこにじゃあ植民させると、でもそれが外国が見てなかったら、まあウクライナに住んでる人たちが投票しました。で、結果としてじゃあ政府が選ばれましたってなったら、あ、何の問題もないじゃんと。そうすると、ヨーロッパが見てない間に にいかに大量に虐殺してでそのロシア人をその植民させるかっていうところがまあ、あの手段とやり方でそれができるんだったらありだよねみたいな感じで割とそのこの人であったら自分の利益を最大化する場合はこういう手段があるよね例えばそのじゃあ雨が降った時にいくら怒鳴って怒ったとしても雨は止まらないじゃないですか。 でも、あの、割とその、雨が降ってる時に怒鳴ったり怒ったりするような頭の悪いことと同じことをやってる人って世の中多いんですよ。例えばその、渋谷駅の前で、そのなんか、ロシアは戦争をやめろとか、プーチン辞職しろとかって言ってる人って、僕は雨が降って怒ってる人と一緒だと思うんですよね。あの、別になんかほら、雨が降って怒るっていう気持ちはわかるんですよ。なんか出かけたかったのに雨が降ったからムカつくっていうのは、ただそれを怒鳴って で怒ったからといって雨が止まるわけもないし、渋谷駅の前で日本語で日本人が叫んでるからプーチン大統領が戦争をやめるわけないじゃないですか。だからなんかそのまあ、やりたくてやってる私は自己満足でやってる頭の悪い人ですって自覚があるんだりと思うんですけど、たまにそうなんか自己満足でやってる自覚がなくて本当にそのなんか雨乞いの儀式みたいなのが役に立つと思ってらっしゃる人っているんですよね。なのでなんか私が一生懸命祈ったから雨が降ったんだみたいな。 あの、雨乞いって成功率結構高いんですよ。あの、古今東西いろんな国で雨が降らないときに雨乞いっていうのが行われるんですけど、あの、なんか、雨乞いをするとだいたい7割ぐらい雨降るらしいんですよ。で、じゃあなぜ雨乞いをする、あの、すると雨が降るかっていうと、あの、古今東西歴史上のだいたいの雨乞いって、雨が降るまで続けるからなんですよ。 要は、雨が降るまで2週間ずっと祈り続けたら、そりゃ2週間後に1回ぐらい雨降るよね、みたいな。<laughs> で、なんか1ヶ月祈ってたら、そりゃ1ヶ月に1回ぐらい雨降るよね、みたいな話で。なので、あの、やり続けて一生懸命頑張ったことで、それは、あの、雨が降ったわけではなく、あの、たまたま雨が降るタイミングまで頑張ったっていうだけなんですけど、その辺のね、因果関係を誤解する人って結構世の中にいるので、なので、あの、会社の上司を何とかしたいとか、その会社の考え方とか方針を何とか、 とととかかしたいいいっっててうのも僕基本的に雨声に近いと思ってるんですよねなので、あれはその自分が株主であるとか、なんかあの社長の友達であるとかであれば、その直接的に何らかの権力者に当たって、物事を改善することって可能な場合もあるんですけど、基本的にはその一社員が会社の方針を変えたりとか、会社の人事を変えたりとかできないので、なので諦めが肝心なんじゃないかなと思います。無駄なことにそうそう使うぐらいだったら、ちゃんと話を聞いてくれるまともな会社にさっさと転職して、自分の能力とか時間をそっちに使っがこい,いんじゃないかなと思います。はい。